イブニングは、講談社が発行する月2回間青年漫画誌。毎月第2、第4火曜日に発売。講談社、モーニングの別冊として、モーニング新マグナム造館を発刊していたが2001年4月に終了し、同年8月に月刊イブニングとして新規創刊した。創刊号は本誌に加えて、別冊付録の2種を束ねた状態で、月刊誌として発売され、 続いて2号からは、中戸寺500ページを超えるボリュームで刊行された。一部の作品は、新マグナム造館からそのまま連載を継続している。2003年4月22日発売号より、モーニング編集部から独立して、イブニング編集部が誕生し、第2、第4火曜日発売の月に開館誌となった。また、警察署長が、モーニングから移籍した。連載は、 基本的にオリジナル新作が主体であるが、月刊誌時代は、既存作品の続編の連載と、読み切り作品の掲載が中心であった。月2回刊になってからは、モーニングにおける、職業者の社会派作品の比率が高くなったため、同志で従来扱っていたギャグ漫画ものやスポーツ漫画、SF 漫画など娯楽性の濃い青年漫画の新規作品、あるいは読み切り作品が本誌よび、 モーニング2で扱われる傾向にある。月光願望や、係、長島工作のように、同じ作者が、モーニングと掛け持ちで連載する作品もある。2014年4月22日発売後からは、電子書籍版の発売も開始されたが、紙版が完全反映されているわけではなく、読者ページや広告ページが省かれているため、それらに載っている、読者プレゼントへの応募もできない。 また、掲載されていない作品もある。2018年17号では、ルイの完結、及び平本明の連載決定の告知が行われ、同年19号では、平本の新連載タイトルと、次号からの連載が告知されたことから、発売と同時に芝叩く間に売り切れる店が多かった。2019年には令和への改元にちなんで、俺の令和プロジェクトを指導した。 読み切りを掲載し、読者の応援で連載化が決まる企画である。2021年23号現在。イブニング新人賞、ザ・チャレンジ、イブニング KC は、イブニングに掲載された作品を、主に収録する、漫画単行本レーベル。2001年12月21日創刊。極悪願望、汚染が最初に発行された。コード番号は、 イブニング KC という形で表記され、世表紙上部や奥付けなどに載せられる。ありがとうございます。